意外すぎる雑学。砂漠での死因のほとんどが溺死だと言われている。砂漠の死因といえば脱水症状や熱中症などを想像しがちですが、一番多いのは溺死、水に溺れて死んでしまうことだと言われています。え、砂漠やのにって思いますよね。砂漠って何か知ってるって。周り砂しかないで。どうやってでき、基本的に砂漠地帯ではほとんど雨は降らないんですが、数年に一度くらいの頻度で大雨に見舞われることがあるそうです。乾燥しきった砂漠の砂や土は水分を全く含まずギュッと固まった状態で、雨が降っても染み込むには相当な時間がかかります。なので大量の雨が降った場合、激しい大洪水のようになり、それに飲み込まれて溺死してしまう人が多いんだとか。一度の雨で106人もの人が亡くなったという事例もあるそうです。怖いですよね。砂漠に行くってなった時は万が一の状況に備えて浮き輪をはめていきましょうね。続いて、遭難した際、山だと捜索費用がめちゃくちゃかかるが、海だと基本かからない。山で遭難した場合、警察、消防、自衛隊、あと地元の民間が捜索に当たります。運よく出動から1時間で発見されたとして、ヘリコプターでの救助費用の相場が1分1万円らしいので、それだけで約60万円。救助隊の動員数が50名だった場合、1人につき2から3万円の人件費がかかるそうなので、プラスで100から150万円。1時間の救助費用だけで160から210万円ほどかかるんだそうです。高っ。しかし海での遭難事故の場合、捜索は海上保安庁が担当することになり、救助費用は基本的には請求されないそうです。もうね、遭難するなら海一択って感じがしますが、海での遭難は通信手段が少なく位置を把握することも難しいため、発見される確率は山よりもずっと低くなりますよと。まあ命あってのことなんでね、遭難するならまだ山の方がマシなのかもしれませんね。ちなみに令和4年度の海・山での遭難件数は、海で1346件、山で3015件。海や山に行く際は誰かに一声かけてから行きましょうね。続いて、携帯電話の声は自分の声ではない。携帯電話やスマホのような無線通信は主にハイブリッド符号化方式という通信方式が使われています。話し声はまずスマホ内でデジタル変換された後、固定コードブックという音の辞書のようなものから元の声に近い声のパターンが選ばれ、自動合成されます。その音声を電波に乗せ相手に届けるといった仕組みなんですね。で、この固定コードブックには声のパターンが約43億通りもあるそうです。まあ、これだけあればどれかにはヒットしそうですよね。よく電話を切るときに愛してるよとか好きだよなど言ってる人がいますが、残念ながら本人の声ではないということでね。ざまあみ、いかがでしたでしょうか。まあ、ざっくりまとめると、砂漠での死因第1位は溺死、遭難した場合の捜索費用は山だと高額になり海だと基本かからない、携帯電話の声は自分の声ではないという感じですかね。いくつ知ってましたか。少しでも皆さんの知識や話のネタなどになれば嬉しく思います。ではでは。